はい、こんにちは、ともチャンネルです。ヤフオクでね、ちょっと一つレンズを落札いたしました。ペンタックス K の50にね、取り付ける15mmF4 というね、広角レンズです。35mm 換算で 23mm 相当とかっていう、そんな感じのレンズですね。それをね、ペンタックス K の50に取り付けて、それで、まあ、撮影をしようかなと思って購入したんですけども、ヤフオクのね、決済について少しちょっとお話ししたいと思います。簡単決済というのがヤフオクにはありまして、それを選択するとヤフーの方で簡単にね、決済をやってくれるというものです。で、そちらの方でね、ものすごい落札者には、とても安心できるシステムになってます。というのはね、商品が届いてから入金の方をするということですね。それまではヤフーの方で、一旦止めておいて、それで商品が届いてから、届きましたということで、相手の方に入金されるという仕組みができております。これのおかげでね、消費者的には、落札者的にはとても安心できるなんですけど、出品者側にしてみると、相手に届くまでは入金にならないと。だからね、落札した時の連絡メールに入金後に発送いたしますと、そんな風な感じでメールが届くんですね。メールとかメッセージが届くんですね。落札後にね、商品が届いた後に入金ができるのに、入金が確認できたら商品発送しますって、これじゃいつまでたってもね、商品が発送されないっていうことになりますので、毎回私はメッセージとともにそのことを一言付け加えています。要はね、簡単決済なので、入金は商品到着後に確認できるはずですと、そういうようなことをね、必ず、書き加えております。でないとね、相手の言い分がそのままメッセージに載って、そして入金ができてないから、発送してないんだということになりますと、何も言えなくなるわけではないんですけども、まあ、言い返せない人は言い返せないですよね。もともとヤフオクでね、そういった決済があって、向こうにもメッセージが、そういったメッセージが言ってますけども、1ヶ月にね、何千もの商品を出品している人にとってみれば、メッセージもしかしたら目に届いてない可能性もありますので、そういったこともね含めて、消費者、出品者の方に、落札者の方からそういったことをね、一言付け加えておくのも必要なんじゃないかなと思いました。この辺はね、いいところでもあるんですけども、これまでそういったね、手続きをやってこなかったというか、昔はそういった手続きなかったので、定型文でね、必ず同じメッセージを、出品者から消費者に、メールをしている人にとってみれば、入金後というのは必ずつける文句です。で、それがね、ずっとこのシステムが多少変わったとしても同じ文面でね、送っていたので、まあ送られているんだなとは思いますけれども、念のためやはりね、そういったことがあるので、入金は商品が届いてからですよと一言付け加えるのがいいなと思いました。ということでね、おととい落札して、昨日なんか確認できたみたいなんで、入金の手続きの方がね、だから今日送っていただけるということで、商品の到着を待ちたいと思います。ではまた。